ブブカは、日本の出版社白夜書房が発行する月刊の雑誌である。兄弟誌に、裏ブブカ、別冊ブブカ、文太、ブレイクマックス、別冊ブラボーエキサイティング、実話マットマックス、実話文化タブーなどがある。1997年1月創刊。創刊当初は、ゴンに追従したサブカルチャー系総合情報誌であったが、後に芸能裏情報中心の記事構成となる。 読者によるアイドルや芸能人のスクープ写真を買い取りスキャンダル記事やプライベート写真などを多数掲載することでしばしば物議を醸したこともあった。このため多くの芸能事務所との間に確執が生じ、訴訟に発展したケースもあった。また、掲載記事についての審議を調査することなく、スキャンダルを報道された所属タレントに対し処分を行った事務所も存在する。 雑誌自体に対しては、言及を避けることが多い。活字アイドル誌としての側面もあり、時期によって盛り上がったアイドルに対し言及した記事も多く掲載される。2012年の4月28日発売の2012年6月号から、紙面を大幅リニューアル。AKB48 グループのメンバーのインタビューや、グラビアが掲載されるようになり、これ以後スキャンダル色はだいぶ交代している。 2012年9月29日発売の2012年11月号より発行元がコアマガジンから白夜処方に変更された。現在の紙面は AKB48 や坂道グループを中心としたアイドルシーンに関する記事を中心に他に芸能スクープ、ラーメン B 級グルメ、サブカルチャー、コラム連載などで構成される。ありがとうございます。